ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、内政がメインの回だったね。浄化開発、主力編成、内政をあまりカットしなかったのは初めての試みだったんだぜ。そして秀おじに攻める前に吉姫さんと家康さんの婚姻。まさかすぎるカップルに米欄になると思いきやそこまで荒れなかったな。こういう史実ではありえない夫婦になった時に架空でいいからその子供が登場したら面白いのにね。AI にランダムな名前と能力付けさせたらいいと思うんだぜ。もしかしたら過去作とかではあったのかもしれないけどね。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は土地を城で威風起こして終わったんだったな。威風強だったから北条城まで巻き込んでくれたよ。だけどまだまだ残党がかなり来てる状況。一部隊あたりの兵力少なくても部隊数でゴリ押しされると面倒だからここの残党処理ミスるとヤバいんだぜ。19部隊も残党いるのか。でも19部隊で3万ってやはり最初に兵力減らしてくれた徳川家には感謝だな。松潤ありがとう。それ違う。19部隊つってるけどそれでも徳川家もきつそう。岡崎城、長篠城あたりまでは後退させられそうな勢いだな。最悪浜松城まで行かれるかも。二股城制圧されてるからこのあたりの城は常に強撃されそうだな。ここで徳川家の勢いを失ってしまうとうちも共倒れになっちゃうからもっと敵部隊引きつけれるように頑張らなければ。あとはしれっと唐沢山城も攻めてたよ。巡守力も手が空いてたからな。南部家確認してみたら従属が可能になってた。前回最後の威風が効いたな。これでようやく東北は統一できた。ただ高原持ちがいなくて従属九州が愚心されないんだよな。秀おじから高原持ちを調達したいところ。最上家も大崎家との従属関係さえなければ従属させれるんだがな。しばらくは同盟関係続行だね。今回の作戦考えていくよ。攻める選択肢はあるがうまく残党処理も絡ませれる選択がいいな。今回最初の狙いは春日山城。石川方面にも抜けれるし関東にも下っていける重要な場所だな。ここで威風強を起こせれればさらに勢い増すだろうから狙っていこうと思う。春日山城の兵力も相当多いから寝返らせれたら戦力アップにもなるからな。そして最前線で威風にこだわってたのはすぐに後方の主力を引っ越しさせるためだよ。実際土地を城はすでに兵力4000超えてるしな。だから理想は兵糧が少なくなった部隊を騎乗させてすぐに最前線の城に引っ越し、すぐに最前線に復帰。この流れさえできれば女子姫さんが兵糧ある限り理論上ずっと合戦を主力メンバーでできる計算だよ。常に威風強を発動して敵部隊がこちらに攻撃してこないことが前提条件だけどな。まあ理論値ってやつだね。それでも1部隊あたりの兵力は少ないから、ここからはある程度少数部隊でも特性さえ揃ってればなんとかなる気はするけど、ワンパンさえできれば部隊数振りもなくせるしな。ということで残党処理は春日山城に向かいながらやっていこうと思う。複数箇所から土地を城狙ってきてるから、他の敵部隊の動きが時間動かしてみないとわからないんだぜ。理想は残党が全部隊春日山城に向かってくれることなんだけど、そうなるように兵糧少ない部隊もとりあえず笠間市で向かわせるんだぜ。よし、春日山城に全部隊向かってるみたい。これはラッキーだな。敵の部隊数的にももう一発春日山城で威風強打てそうだね。それにワンパン圏内の部隊が多いから今のうちに引っ越しできる部隊は早めにやっておきたいな。だね、余裕ある時にやっておかないといつ状況変わるかわからないし。あと関東の部隊は分断にして AI に任せようと思う。正直微調整しながら関東まで見るの面倒だしな。だから AI に任せて主力部隊だけ操作していこうと思う。一部騎乗させたから主力の引っ越し、しげざねさんを土地を城に。宇治輝は酔えた城。森種さんは北条城に引っ越ししてもらったよ。これで森種以外はすぐに参戦できそうなんだぜ。そして城下方針は進軍にしていくよ。この辺りはずっと経由するだろうから集落で兵糧庫作ってくれると助かるからな。よし、これで春日山城でもう少し微調整して威風狙っていくよ。春日山城の戦い、これまた多く巻き込めたな。参戦部隊はこんな感じ。森種だけ参戦してないんだぜ。
うん、ワンパンいっぱいできそうだ。ほぼワンパンだったんだぜ。あとメリーゴーランドやったら発動したから、前発動しなかったのは何かしらのバグだったみたい。発動するのがバグだとは思うんだがな。これで少数での戦いも視野に入れていけるね。縛り上げなさい。二人捕まえたよ。木下製だけど秀吉とは関係ない。名前的には違うと思うんだがな。脅威にはならなさそうだからリリース。飯山城は巻き込まなかったか。坂戸城からだと巻き込んだのかな。そして春日山城は8800の兵力で奪えたな。また主力を引っ越しさせなければ。てかここからどうするんだ。ある程度騎乗させながら残党処理兼城攻めやっていくよ。でも下からも左からも来てるのにどこ攻めるんだ。飯山城か海津城、もしくは魚津城だね。残党処理が一番現実的なのは魚津城だな。ただ徳川家を救うなら海津城、飯山城あたりを攻めて関東を分断して先に統一していった方が効果的なんだよね。確かに関東に向かって下に進んでいけば分断はできるな。となればまず狙いは海津城にしてみて、敵部隊がどう動くか見てまた考えてみようと思う。海津城狙いにしてるが全然敵部隊動き変わらないな。マジか、ならこのまま行ってもしょうがないし、少し敵に軍渡して春日山城でもう一発威風発動しようと思う。敵部隊が春日山城に来てくれるならそれはそれで迎撃するだけだから問題ないしな。順調に春日山城に向かってきてるね。あ、なんか変な方向に矢印向いてるな。とりあえず先に小十郎さんを春日山城に引っ越しさせるよ。北条城、与田城にも進路変更したみたい。やはり防戦になると不利か。でも春日山城は春日山城でめっちゃ狙われてるんだよな。しょうがない、ここからは大きい風を狙わずに少しずつ蹴散らしながら体勢を立て直そうと思う。余裕の勝利。次いつ主力が集まっての合戦になるかわからないな。左側の軍取り戻しただけ。春日山城は威風そんなに強くないのかもな。まあ一つの軍が大きいとしょうがないよね。ここからは防衛部隊と攻撃部隊に分けて戦っていくよ。まずは春日山城に敵部隊が来る前に飯山城を制圧しようと思う。下からの敵部隊を一掃するのも兼ねてるんだぜ。そして与田城、北条城の防衛は後方からも部隊を持ってきて時間稼ぎだけでもいいからやっていく。最悪目を姫とに部隊くらい主力連れてこれれば騎乗してもすぐに城は奪還できるだろうしな。まあ今威風で取った城は主力配置してるから絶対に陥落させちゃダメなんだけどね。ここからは小規模合戦も使っていくよ。飯山城前で威風弱発動できるな。範囲次第では戦局変わりそう。まあまあの広さ。これで北条城とも道は繋がったな。一応北条城、与田城は重長さん向かわせてるから時間稼ぎはしてくれると思うよ。春日山城も城主は小十郎だからある程度時間稼ぎもできるだろうな。とりあえず目の前の飯山城を先に制圧していくよ。降伏したな。兵糧が結構危なかったからこれは嬉しいぞ。胸盛りもゲットできそうだな。リリースしてやろう。キレンは器が大きい。さて、ここからどうしたものか。こういう風に散らばられるのが一番きついんだよな。最悪飯山城はおとりにして敵部隊集めに使ってもいいね。残党もかなりまだ向かってきてるだろうからな。その間に春日山城、与田城、北条城を全力で守っていくよ。後方からも時間稼ぎように準主力たちを防衛に招集していくよ。最初に出陣してた主力組が兵糧尽きてきたからな。うまくいけば足止め兼兵力のかさ増しで威風を大きく伸ばせれるかもしれないから全部隊持っていくよ。ちなみに数字で確認したらこんな感じ。
飯山城に来てる部隊数だけ異常だな。それ以外は頑張れば合戦なしでも主力のブリュート特性ならなんとかできる気がする。重真さんと小十郎さんで春日山城防衛中。川についていただこう。ねね、捕らえたな。確か秀吉の奥さんだよね。じゃあ最後まで登用できないだろうし処断しよう。能力もブリュー以外高めで危険だしな。悔いはありません。これで秀吉カンカンだろうな。嫁を戦場に送るのもどうかと思うがな。よし、ある程度兵力が戻ってきたから、メゴ姫さん、政宗さんを春日山城に向かわせるよ。飯山城もまだ敵部隊が到着してないから早めにつければ防衛もしたいところだな。見事な戦ぶりであった。春日山城防衛成功。よく2部隊だけで守りきったな。重真さんの能力の高さに救われたね。よい、他城、他城城ももうすぐ防衛成功しそうだから、このまま後方の巡守力を引き連れて飯山城に向かおうと思う。飯山城の防衛は間に合わなさそうだな。でもせっかくここまで敵部隊が集まってるなら全部蹴散らしておきたいよね。放置してたらとんでもないことになりそうだしな。宇都宮城に向けて急戦だな。これは軍団の範囲だからあっちに任せよう。打ちかかるぞ。飯山城陥落。まあそうだろうな。でも攻撃目標にしてるから敵部隊は飯山城にとどまるはずだよ。陣を構えよ。いい感じに敵部隊集まってる。問題があるとすれば巡守力ばっかりで、政宗くらいしかまともに戦えるのがいないことだな。兵力は巡守力でもあるから時間稼ぎさえできてればなんとかなりそうだけど。飯山城の戦い、なかなかに劣勢だな。参戦部隊次第かな。モブ城主多めだな。それでもスタメンは武将ばっかりだと思うから、マップにもよるけど交代作戦しながらの超耐久戦になりそう。でもここで異風鏡発動できたらかなりのアドバンテージになるし、頑張りどころだな。こういう時に限ってギミックないマップなんだよな。さすがに被害がかなり多く出たな。むしろよくこのメンバーで勝てたと思うよ。ひたすら交代作戦だけだったがな。次からは最低でも2部隊は高レベル砲術連れてくるようにしよう。この世を震わせるでしょ。思ったより下に伸びたな。まさか上田城まで巻き込んでるじゃん。これは嬉しい誤算だな。このまま小諸城まで制圧できたら分断もできるし、それにこの辺りは旧武田領だから騎馬の上位集落も入ってくるから、次の主力の引っ越し先にもなるからな。これは西に進むより先にこの辺りの制圧を目指すのも戦力補強できそうで良さげだね。最後に兵力確認しようかな。まだ兵力がぶっ飛んでるな。いつの間にか徳川家を最大兵力でも抜いてたよ。威風で城制圧していってるのが響いてるだろうな。春日山城の残党処理もたついた時はどうなるかと思ったけど、結果的に飯山城を取りにしたのが良かったね。変に粘らずに騎乗して敵部隊をそのまま足止めさせるのも作戦として使えそうだな。また賢くなっちまった。ってことで今回はここまでにしようかな。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。